始まるよ。アラハッコミンだよ。今日は一人のオープニングなんですけど、今回はドッキリをしたいと思います。今日は何をするかと言いますと、私は今年受験生なんですけど、受験生にまつわるドッキリをしていきたいと思います。私が休憩中にカンニングペーパーを作っていたら、お姉さんたちは怒ってくれるのか。ちょっとマジで気になる、うん、怒ってくれるのかって検証かな。そうだね、ココミンといえばやっぱり泣く系のね、演技系のドッキリが多かったけど、うん、ちょっとねやっぱり受験生っていうのがあって、今日来るのは元選抜生の4人、うん、だけか。おお、みんな年上だ。カンニングペーパー、そう、なんかやったことあるよ私もとか言われそうで怖い。確かに、誰が言いそう。みなつちゃんみなつちゃん言ってきそうです。確かに、これをね、あの、怒ってくれるのが正解だもんね。うん、怒ってほしいよね。怒ってくれるかな。じゃあちょっと難しいっていうか特殊なドッキリだと思うんですけど、一人で頑張っていきたいと思います。レッツゴー。なんか取られてる気分になる。でもめっちゃドッキリ感ない。わからない。確かになんかさ、部屋封鎖されてるとね、いつもそうだね。私じゃない。あ、部屋しっぺ来週一番の気に入り、これねえねえ、もう一回撮って、頑張るから。すごく偉い。偉い。勉強してるんですね。はい。はい、だけです。来週のね、模試があって。へえ。全然覚えてないからカンニングペーパー作ってた。そんなことある？カンニング。やばい。そういうことですか、カンニングペーパーって持ってってみたいな。そうそうそう。ある。入試でやんない？やんない。やんないの？真面目な時だよ。何の入試？何の入試？何の入試？推理テストってこと？もしもし。もしって何？何？偏差値とか出るやつ。偏差値出るやつ？そう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 。バレないの？偏差値出るやつバレない。だってさ、机のにちょって入れとけば。でもさ、これさ、自分で偏差値知りたくてやるやつじゃないの？もし。いや、なんか志望合コンに行くために、うん、何判定みたいな、 A 判定とか。そうそうそう。じゃあ実力でやった方がよくない？それ志望校行くのにさ、カンニングペーパーで出た判定してさ、分かんないじゃん。ダメだよココミン。星でやる意味ないじゃん。絶対自分の偏差値出した方がいいでしょ。いやいや、だってさ、志望校に行きたいじゃん。志望校のさ、範囲内に入りたいから、まあ、塾の先生にここはやめときなって言われるの嫌じゃん。確かに、耐えられる可能性ありますもんね。じゃあ勉強頑張ればいいんだよ。でも夏ですしね、まだ。じゃあさ、見ようか。なんで？絶対やめた。なんで？ひみこ米発展させます。ひみこが米を発展させます。これ100。ちゃんと入試したの？入試ちゃんとしましたよ。マジで？えら。え、ここ今スキピでいないんですか？スキピとかいないんですか？な、絶対やるの。推しって何？ちゃんとやめた。さっき聞いてなかったでしょ。推しは、ココミンは今受験生だから、志望校行くための自分のテスト偏差値を出して、そのここに行くためにあと何どんぐらい足りないとか、 A 判定、 C 判定、 E 判定とか。まだ夏ですから。ココミンこんなに頭いいんだから大丈夫だよ。頑張ってやるから勉強。カンニングして入ってさ、自分がどん底さ、最下位とか嫌じゃない？うん、確かにね。じゃあ私がこの考えやる。いやいやいや。ちっちゃくした方がさ、違う。公式書きます。あ、公式とか書いてた方がいいかも。あれ、どっち？それはノートとかに貼ろうね。ノートとかに貼って、ポケットに入れて。ポケットに入れないよ。ポケットから。絶対あなたポッケなんかから出したらバレるよ。ポッケさ、鏡見てそういうのするんだとかも思われちゃうし、先生からの信用も。だんだん、確かにバレた時にココミンの印象が悪くなっちゃう。こんなに、だって普段からさ、撮影終わり
りにさ塾行ったりとかしてるぐらいなのにさ、うん、そんだけちゃんと勉強してるのにこの1回のカンニングでココミンはカンニングブンバンってなるよね。ココミンカンニングゴーココミンさ海外ガールのさ学校のドラマでさ、うん、カンニングしててさなんかあバレちゃったそれを目指すってこと？そう、可愛いじゃん、テレペロみたいな。テレペロ、現実はそう甘くないんだ。あ、そうなの。したいじゃん。え、今までもしたことあるってこと？え、もちろん。今までもそれで頭いい、あれを貫いてきた。え、知らなかったの？知らなかった？何が？どうした？カンニングで頭カメラ回ってる？これ。なんで？あんな置き方します GoPro。いや、なんかさっきと位置変わってどこ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 。なんですって？変わってますよね。いや待って、今の今まで気づかなかった。はい、ということで何でしたっけ？受験生の私がカンニングペーパーを作ってたらお姉さんたちは怒ってくれるのか。いや怒ってくれるの。手伝ってましたよね。手伝ってくれて、手伝ってやめてたから怒ってくれるのかなの？うん。カンニングペーパー作ってたら作ってみたよんじゃなくて作ってたよ工作ちゃんと叱ってくれるのかって言って、私もそれちゃんと一回怒ったのだけどそうなんか、うん、あ、公式で一回怒ったの。待ってやばい、ダメだよって。なんかみんな公式は書いちゃった方がいいかなみたいなでも私なんかもうずっとひなたココミン、ココミンってカンニングペーパー作るんだだからずっとここでスマホを見てた。言おうか迷ったんです。ココミンって意外とそういうのしちゃうんですねみたいな言おうか迷った。真面目にそれ作ってたらちょっと気まずいなって思って、ちょっとネタ入ってんのかなって思ったけど、真剣に一生懸命調べてやったからもうちょっとショックショックやられてでも結構やってくれたよね。嘘、魔性の女だなって。あのお友達、先輩後輩としてどういう反応をするのかな、言ってくれる心優しい人なのかな。言ったよね、言ったよね。確かに結構なんかお叱り受けたかも。私は言った、ひなも言った。言ってないよね言ってないごめんなかったよ、ひなたさん。ひなたは何喋ってない。自分たち悪いやつだから。私と同じだなって。嘘だよ、ひなた危ない危ない。ダメです。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。皆さんカンニングしないようにしてください、絶対に。まあ、本当はココミンも全くしてないのでね。一番頭いいからね、多分。そうですよ、みんな正々堂々と悪いことは言い合えるようになっていきましょうね。はーい、せーの、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ココミンって意外とそういうのしちゃうんですねで言おうかもしれない真面目にそれ作ってたらちょっと気まずいな。